YouTuber 界一のナルシスト。ああ、そうだ、俺のことだ。皆さんこんにちは、オルタナチャンネルナイトです。ウィン。ということで、今日はですね、一人でお送りしてるんですけど、それはなぜかというと、ある検証プラスドッキリを行いたいと思います。結構小顔矯正とかって聞くじゃないですか。で、俺それにすごい興味があるの。小顔矯正してもらったら一体どれくらい顔が小さくなるのか、その検証をね、やりたいと思ったんですよ。プラスあのヒゲもんじゃら男にドッキリを仕掛けたくて、顔が小さくなったことに気づくのかどうか、この2つをやりたいと思います。今回はですね、小顔矯正の専門店キュープさんに撮影協力をいただいて、そこに大体4回から5回通って小顔にします。どう思う？ハギー的には小さくなると思う？でもやっぱり4回5回やったら、だいぶ変わると思うんですよ。そうだよね、顔のなんかむくみとか取れたりして、すっきりした顔の印象になって、さらにイケメンになれると思うんだよね。通いまくって顔をね、こんなモデル並みのね、小ささにして渋谷ジャパンを、ね、驚かせたいと思います。それでは早速キュープさんに行ってみよう。ということで、こちらですね、小顔矯正さんのキュープさん。コンタクトが違って何も見えないです。隠れ家的な感じで落ち着いてね、手術が受けられると思うんで、このね、顎を直してもらいたいと思います。それでは早速行きたいと思います。コンタクト違ったんだな、この日に限って。この見た目がクソダサいんです。間抜けな顔なんです。お待たせしました。あー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、はい。整形手術はしてますか？俺してたっけ？してましたよ。いや、してないわ。いじってないんだよ。顔の悩みってなんか全般的に取れたんですか？僕、クマが結構すごいんですけど。見え方は変わる。あ、本当ですか？クマがずっと消えなくて、常になんか寝不足って言われるけど。はい、お願いします。一番気にされてるそうですね、クマと意外と紙で隠してるんですけど、意外とでかいって言われるんですよ。そうです。そうですって言われるんですか？いや、そんなことないです。本当ですか？はい、全体的にすっきりするように行っていきます。はい、ありがとうございます。画面先見ていくので、一回鏡見て、はい、眉の高さなんですけど、私の指の腹見ていてほしいんですが、はい、ちょっと気持ちこっちの右の方が下がってる感じだと思います。ペンもちょっとこっち右ですね。全体的に歪み右がちょっとあるのと、エラ部分の筋肉ちょっと硬いので、はい、ここしっかりほぐさせていただいて、はい、お顔がちょっとすっきり見えるように全体的に行っていきますので、お願いいたします。なんかすごい気持ち悪い癖なんですけど、はい、無意識でこういう癖なんだよ。編集とかしてる時ずっとこれやっちゃって、そうですね、ここ結構硬いので、はい、その癖ですかね。ちょっとここしっかりほぐしていきますので、お願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、あ、はい、お願いします。あ、なんかゆっくりじんわり圧をかけてくるんですかね。そうですね、圧。お痛みは大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。はい、全然痛みないですね。普通に生活してるだけでも顔ってのは歪んでくるんですか？歪みますね。本当ですか？頬杖とかついちゃうとちょっとどっちかが下がっちゃったりとか。へえ。今眉の高さは大体同じぐらいに揃ってます。あ、もうこれだけで、はい、違ってるんですね。そうですね、肌質も小顔矯正受けた後良くなってきます。確かに、なんかちょっとサラサラ感が、はい、サラサラ感ありますか？その後鼻筋を行うので、そうですね、この辺一回掴むように触っていただいて、鼻の高さ変わるんですか？鼻ちょっと変わってきます。マジですか？どうしよう、これ痛くない？全然痛くない。大丈夫ですか？全然痛くないです。はい、触っていただいて、ちょっとなんとなく出てきた感じ分かりますかね？え、なんか鋭利になってるじゃないけど、シュッとしてます。そうですね、少し立体的になってきます。ではこのまま今度フェイスラインを行いますので、はい、一回手でお顔を包んでいただいて、はい、今顔の状態と、あと頬の高さとか横の幅、はい、ちょっと変わってくるって思ってください。キワクはキワクったほど効果出ますか？そうですね、多分変わってきます。今右行いましたので、はい、一旦両方手で包んでいただいて、右すっきりしたと思います。いや、これなんかこれ俺が言うと嘘くさいって思われるかもしれないけど、こっちの方がなんかまっすぐに感じますよね。え、でもハギー的には多分ちょっと上がってます。あ、こっち上がってます。確かに、そうですね、はい、素動画でみんなに伝わってるってことでしょ、うん、そうですね、はい、伝わってほしいです。あ、そうそう。今大体同じです。へぇ、なんか変わった。変わった。ほんとにほんとに。ただちょっとさらに右の方から頬骨自体を上げていくので、はい。俺もちょっと自分でやってて笑いそうになっちゃう。ぜひ両方包んでみてください。はぁ、結構すっきり上がってきたと思います。はぁ、いや、この辺がやると嘘っぽくなる。
ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、もう体感的にはやっぱりすっきり、特にここら辺がすごい気持ちよかったです。よかったです。歯切り的に見て正直に変わりましたよ。何のため。ほんとすっきりしたように見えるんですよ。本当にちょっとこの後も引き続き通わせていただきたいと思います。オルタナチャンネル。はい、ということで、2日目のねビフォーです。まだ施術を受ける前の表情です。同じようなね条件で撮りたいんで、これからは、片手でねビデオカメラを持って限界まで伸ばして真正面、はい、この顔ですね。寝るときいつも仰向けですか、右向きますか。昨日もやりました。ということで、本日が最後、第5回目の小顔矯正になります。さあ、これで最後を引き締めて渋谷ジャパンに見せたいと思います。4回目のビフォはい、ということで5回行ってきました。1週間の中で5回ってさ、相当通ってるね、この矯正だいぶ詰めて行ってきました。どう見た感じ。あ、でもここがシャープになったように見えますけどね。終わった後一番実感するのが、こういうね、手で包んでくださいって言うんだけど、ここの出っ張りがね、このストレートになる感じがするんだよ。これで変化が分かるのかどうか、ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。ちょっと歯のね、ということで、俺の顔をちょっと見てくれ。あ、整形した。整形しましたね。どこ整形したでしょうか。あの、下唇。ここ俺に寄せてきてるね。なんでだよ、嫌だろ。俺の写真見せたでしょ。違います、整形はしてないです。今までの俺と違うところ。まあ、老けたよね。おい、5年前に比べたら。いや、そりゃ老けるわ。まあ、顎は引き続きシャープで、高校時代のあなたが城之内くんで。いや、誰が遊戯王の城之内くんだよ。あ、で、近いよ。まあ、あとは顔の癖が強い。さらに強くなってるってこと。やかましい。変顔用に顔を改造した。近い。もうここまで来てます。分かんないのかーい。正解は、小顔矯正に5回行ってきました。お、ここのね、骨とか、あと目のクマもちょっと少なくなったと思わない？あー、目もこういう風に施術してもらって、ちょっとクマがね、薄くなった気もするんだよね。ちょっと薄くなった気がする。そう、俺いくら寝てもクマ取れなかったんだけど、なんかそれを受けたら薄くなったんだよね。だ、よりイケメンに近づいちゃいましたね。ごめんな、みんな。やかましいな。でも俺めちゃくちゃ太ったけど、顔はそんなに太くない。特殊なんですよ。誰も90キロには見えない顔してんだよ。そして小顔矯正やるなら俺だろうっていうコメントは山のように来ると思う。また来ちゃうな、ライザップに引き続き。まあ、ナイトはシンプルに好きだからね。だからナルシストだし、そこの一本筋はすごいよね。ということで、ますます美しくなって僕をお見逃しなく。週5回ってモデルより言ってるからね。週5はすごいよ。僕に試してほしい美容ありましたら、ぜひコメントに書いてください。あんまないだろう。全部試します。